これを、今回のちょっと無茶な急な対戦を受けるその条件として僕もそのメガイベントに出場させていただくという約束と契約をあのもらってますそれがどういった対戦カード。 か、またエキジビジョンになるかっていうのはちょっと別なんですけどどうしても戦いたい人がいるんですよ、僕、はい、そ,の人はその方はねその名前はどっちいるんですかはいあの充実でもいいですしボクシングでもいいですキックボクシングでもいいですし <laughs>、はい、誰でやるの 半年あります。はい。だ誰と？俺とやるの。そうですよ。いいね、はい。言ってみてくれよ。俺、俺は、俺は二週間でやってるですから、半年期間あります。だから充実の練習半年。<や>ね、何にもやったことないもん <laughs> 格闘技で。そう。それで少しでも選手の気持ちが分かるように、<laughs> 俺、だって俺と天心より坂川裕一さんと俺の方が年近いんだよ。ね。だから半年あります。三週間じゃないんですよ。<laughs> <laughs> どれかもう、何でもいいですあの、カラオケ勝負でも、お酒の勝負でででもも何いいです <laughs>、まあ、カラオケの勝負とかお酒の勝負、お酒の勝負は何回もしてるんじゃん、まあ、本当に6月、この後いろいろ、あのー、ライジンさん、ケイワさんとともに、あのー、アンダーカード組んでいくんですけど、五味貴教の参戦あっていいんじゃないかなってことで、昨日もそんな話をして、6月もありだと思うし、来年のライジンの生シリーズも含めて。 しっかり準備してゴミ高則のファイターとして思いを持って準備のの結果ですねその準備した結果あの試合に臨める機会はこれはもう今回本当に助けてもらいましたあの本当感謝もしてるしこうやって会見に出てくるとどうしてこんな優等生な発言をするのに。 裏であんなにひどいことを俺に言うのかなって本当に,いいやもう本当にすごい二枚舌な人だなと思いながら期間が長ければ外面がいいなと思って今聞いてたんですけど期間が長ければちゃんとそういう機会を作っていくようにそこは僕も本当に感謝してるから必ずこの男が思いを持って戦う機会は作る。 僕でではなくてですねあのこ,んなこんな素人捕まえてもう60近い親父をですね親父狩りしてもしょうがないじゃないですか、ね、俺の天心にもそのまま言いますわって <laughs> 親父狩りしてもしょうがないですよあれ息子でもおかしくないだって 23?23 23です、ねはあ、だから23でしょだ俺43なんでその俺がプロデビューした二十歳でプロデビューなんですねだから ちょうどそのとき生まれた選手もね、プロデビューしたときに、はい、まあそれだけなんだけど、はい、<laughs> 20, 20個違います。はい